大変お待たせいたしました。カレートンネルで行きます。ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。12時発黒部ダム駅行きでございます。黒部ダム駅までの乗車時間約15分の予定で運行してまいります。狭い車内ではございますが、到着までごゆっくりご乗車くださいませ。
建設工事で特に困難を極めた長さ80メートルの大破砕帯です。当時地下水を溜め込んだ軟弱な地層破砕帯は水温摂氏4度毎秒660リットルもの地下水と大量の土砂が噴出し作業の行く手を阻みました。当時の困難を極めた工事を物語るように今でも点検口を開けると大量の湧き水が流れ出しています。進行方向に黄色の標識灯が見えています。この地点は標高2678メートルの赤沢岳噴水嶺の真下で長野県と富山県の県境になります。対向車両とのすれ違いのため停車いたします。今しばらくお待ちくださいませ。黒部ダム駅からダムに向かうルートは2つに分かれています。
Thank you.
級者まで幅広く楽しめる鹿島よりスキー場などがございます。まもなく扇沢駅に到着します。扇沢駅にはお楽しみいただいた立山黒部アルペンルートの最後のお土産売り場がございます。黒部ダムオリジナルのお土産から長野県大町市の名産品などを取り揃えておりますので、ぜひお立ち寄りください。扇沢駅からは信濃大町駅をはじめとする各方面への路線バスへ乗り継ぎもできます。皆様お疲れ様でした。お荷物やお出回り品などお忘れ物のございませんように、今一度座席付近をお確かめの上、ゆっくりとお降りください。本日は関連トンネル電気バスにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。